こんにちは。幸運を呼ぶチャンネル、チャンネル 4U の空です。今日は、小林真弥さんが、ご結婚されまして、国光真弥さんになっていらっしゃいますが、本名は朝の方の真弥さんですね。で、芸名として、右側の方のお名前の芸名をつけられました。国光真弥さんで、誠の真という字ですね、それに改名されていらっしゃいます。それでは、結婚後のお名前からまず左の方から占ってまいりたいと思います。国光家は17画、17画は、健康運とともに、リーダー的に、抜擢されたりするという、とてもいい画数になっています。そして、国光真弥さんの本画が17画、これも同じで、やはり、健康運とあと、いろいろなことをしても目立つので、とても目立つところにいらっしゃるというような、今のような感じで、とても目立っていらっしゃるという画数になります。それから真弥さんの朝の字でいきますと20画の大凶になるんですが、20画というのは、これ幼少期ではありますけれども、20というのは家族が薄かったり子供の縁が薄かったりとかいう画数になります。外からの運も20画で大凶ですので、外からもやはりそのような縁が薄いという画数になっています。仕事運が28画で、28画というのは寄ってこられる方があまり良くないという画数になります。そして、自分もあまり人の言うことを聞きたくないという感じで、我が道を行くタイプが28画になりますね。で、家庭運が26画になっていらっしゃいますが、26画は、浮き沈みが激しいんですけれども、その中から自分で習得をして最終的には、体制をするという画数が26になります。そして、37画というのが、晩年運の総画になっていますが、これは大吉ですね。これは、自分の信念を持ってしっかりと歩んでいくという画数ですけど、とても自立をしてあり、また社会への順応性も高く、人から、誠実さを持っていらっしゃるので、周囲の、人気や信頼を得ることができるという画数になります。で、独立心も強いという画数が37画ですね。それから次に芸名の方に移りますが、国光真弥さんの方は、誠真という字に改名されていらっしゃいます。これが現在の芸名で使っていらっしゃる、お名前となります。で、27画が、仕事運になりまして、27画というのは、そうですね、ちょっと協調性がないので周囲とのこう摩擦が生じるという感じになってきます。で、才能はあるんですけれども、なかなか信頼が得にくいという画数が27画になります。で、国光家は17画で、先ほど申しました通りですね。そして、本画が16画、16画というので、これはこの辺でちょっとこう魅力がある、人にもなってきて、人気運がまたすごく出てくるという画数になりますね。で、この16画というのはとてもいい画数です。幼少期っていうのが、もう幼少期は過ぎてらっしゃいますが、19画、これは20から19に変わられています。で、外からの画数が20画ですので、20画は大凶となっていますから、やはり、そうですね、いろんな人のご縁が薄くなっていくという画数になります。で、家庭運が25画で、25画というのは、海外に縁があったり、また、地道に努力を重ねることで、根性を持ってやっていくので、芯が強くなっていらっしゃいますので、苦難に立ち向かいながら、しっかりと我慢強く進んでいかれるというしっかりした画数にはなってまいります。で、晩年が36画の凶になっていますから、36画というのは、軽々しい態度が災いを呼ぶという画数ですので、どうしてもこう自分を抑えることができないという画数になりますので、しっかりと考えながら、歩んでいくということが必要になってまいります。こちらの両方比べますと、どちらかと言いますと、私は本名の
方が37画という、まあ、晩年的なものはとてもよろしいのではないかなというふうに思います。まあ、本格の方が16ですので、まあ、少し人気運が高くなってくるというところではこれはまたここは良くなってくるところかなというふうに思います。で、芸名の方が本格の方が16画の土、外が水ですね。そして晩年が土ですね。で、両方とも土を持っていらっしゃいますので、外が水ですね。だからその外の水が、自分の持っている土を流してしまうという土穀水になります。この相性としては、外部の方からの、中傷誹謗などをこう受けやすい画数といいますか、四柱推命五行になってまいりますので、ここはちょっと辛いものがあるのではないかなというふうに思います。で、本名の方は本格が金で外が水、そして晩年運も金で、外が水になりますから、金と水はとても相性ですので、今の本名の方が、まあ、自分が金ですから外の水から、磨かれていくという形になりますから、五行で言うと、朝の方の本名のマヤさんの方が私は良かったんじゃないかなというふうに、ここでは拝察いたすところでございます。まあ、本人が、自覚を持ってどこかにこだわりを持って名前を芸名として改名されたのでありますから、外から何を言うことでもございませんけれども、まあ私の、生命判断の方ではこのように、占わさせていただきました。そうですね、マヤさんの今後のご活躍を心から祈念申し上げます。あなたに素敵な日々がたくさん訪れますように、そして明日からがまた素晴らしい日々となりますようにと心から祈念を申し上げます。それでは最後までのご視聴誠にありがとうございました。それでは、このチャンネルが気に入られた方は、グッドボタンとそしてチャンネル登録をどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは今日は失礼いたします。